はい、朝ですね。ああ、今日も酒飲まない、昨日も酒飲まなかったですね。朝4時半です何やってんねんって言われそうですけどね。今日はねちょっと急ぎの用事があって、急ぎの用事ってこともないな、用事があるんで、早めに朝の準備してね、それから梅干しなんですよねで、後片付けとかなんかはね、もうちょっと時間的に難しいんで、みんな保留して保留このね、後片付けの保留ってのは結構大事で、とにかく今はこれをここまでにやらなきゃいけないっていうのがみんな決まってるから、つまり納期ですよね。納期が決まっている中で、じゃあどうやってそのこの困難な状況を抜け出すかっていうのがプロジェクトマネジメントでしょ。僕はもうプロジェクトマネジメントの達人ですから失敗してばかりですね。失敗こそが人間を強くするね。そうでしょ。そもそも大体からしてさ、その昔に糖尿病だったとこからマネジメント間違えたっていうそうだけどよ。けどね、最初から成功してる人間なんかいないんでさ、知らないけどなんかうまくいっちまったっていう人間は何も学んでないよね。俺みたいにもう失敗ばっかりしてる人間ほど学んでおりますだから今体重が毎日どん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 減ってるんだけど、これ別に減らそうと思って減らすっていうもんじゃなくてね、僕の場合は代謝傾向がはっきりしてて、まず炭水化物からは随分抜け出せるようになったんですよね。まあ、美味しい食事作ってお腹いっぱいになると、美味しい食事ってのは炭水化物が少なくって、満腹が呼び込まれる食事にすると、そうすると自然と、まあ、ある程度ずつ落ちていきますからね、体重ね。もうそれだけで。それと同時にそういう食事っていうのは様々な生命が入ってくるから大変いいわけですよね。だから痩せようってんじゃなくて、なんていうの、身体というコロニーの中に様々な優れたそのなんていうの、生命の元を入れようというふうな食事の組み方をしようっていうのが まず最初だったんですよね。だから痩せるか痩せないかはまあそれとは別なんですよ。全く偏差値の異常っていうのは現実にどういうふうに、現実にどういうふうに向き合ってるかってことから偏差値の異常になってくるわけなんでね。僕の BMI の異常っていうのは非常に見た目にはっきり分かるからあれなんだけど、これ血中脂肪が異常な人とかいろいろいるでしょ。でそういう人たちもそれなりの問題を抱えてるんだけど、そういうのに対してはどう対処していいか分かんないですね。僕の場合は酒ってのははっきり分かったので、2017年に、ずっと何食ったらどういうふうに体重変わるって見てたから、BMI ね、体重っていう検査値は酒を飲むと 100g ずつ上がるし、飲まなければ300g 下がるっていうふうに分かったんですよね。ほぼ1年毎日体重を測りながら食事しながら生活してたから、それがほぼ分かったんですよね。じゃあそれどうするんだよっていうのが次の問題でね。酒飲まないで済む、飲まなきゃいいじゃないですか。じゃあ我慢しろよって言われたけど、我慢しろよって言って我慢できるような問題じゃないんですね。食事セックスっていうのはこれ身体の中にいるマイクロバイオーム、私たちの体の中にいる小さい生命がこうしろああしろって命じてるから、それは最高の命令なんで抗えないんですよね。意志の力ではどうにもならない。じゃあどうするべっていうのは次の問題でね。僕の2018年19年の苦しんで今もまだ苦しんでるけど、それってのは抗えないそういうものにどう対応するかってことでね。だって私たち不倫とかなんかにしてさ、じゃあ破滅するっての分かってるのにやっちゃうでしょ。
あれは結局は理性とは関係ないところで私たちはコントロールしてるんですね。それを忘れちゃダメだ。それがなかなかわからないから、理性主義というか理知主義というかね、そういうものはものすごく一番に僕は嫌いなものでねお前嫌ってもどうにもならないのって言われてくるんだけど、僕らは理性で生きてるんじゃないんだから。本能っていうのも間違い、本能っていうのは人間の中に理性と本能っていうふうにねよく言われるけど、あれ本能と理性っていうふうな対立概念があるって考えちゃうと、じゃあ本能をなんて本能を抑えるのが理性なんだからと言って、理性が悪いんだ理性じゃないんだとか言うけど、そんな単純な話をするんだったら、ごめんも勘弁もいらないよね。あ、いいね、ごめんも勘弁も。そういうふうに単純に割り切れないところが面白いところだね。で、私たち何のために生きてるのっていう問題と、これは死を意識するよね。マイクロバイオームっていう体の中に様々生命がコロニーを運用してるわけだから、私というコロニーを運用してるわけだからね、それを忘れちゃいけないよ。それを分かんないといつまでたっても同じことを堂々巡りしますよね。いや、昨日は血糖値の上げない、研修からうまかったちょっとここがもういっぱいになってきちゃってるんで、だってこの間の日曜日で100キロだったからねすごいよな、100キロだったからね、簡単に言うんだからね。今朝はさっきみたいに大した体重じゃなくなっちゃうんだけどね、96ぐらいでしょ。すぐにあのなんだっけ80に行きますよ早くさ。でもそれはやっぱりなんていうの、酒を飲まないでも生きていける、酒飲まなきゃ生きていけないっていうのはその通りで、これはセルフアディクションとセルフメディシャンっつって、自己治療としてのアディクション、なんだっけ、依存するっていう考え方ですから、依存してるから生きていけるっていう部分があって、厳しい現実に向き合っているから依存症っていうのは必要なんだよっていうね。じゃあその依存してる酒が必要なくなるような人生に向き合うようになればいいんだけど、そうならないってどうなんだっていう話になってくるわけね。破滅ですよ。酒飲まなくて良くなったらもうそれは死が近いのかもしれない。生きる必要がなくなってきてるかもしれないね、その人ね。だから僕は下手に依存症を抜くっていうのはもう大変な問題が起こる。なんとかして生きようとするから依存するわけだからね。それが分かんないとどうしようもないですよね。分かんない人が多すぎるね。我慢できないのがあなたが悪いのよみたいなことで、それで終わらせちゃう。我慢できないのは悪いけれども、俺が今いる現実っていうのを中で生きていこうとしたら、どうしても必要なんだ、勘弁してくれよっていう、ね、そこで必要なのは家族ですよね。依存症をテーマにしたテレビってものすごく多いけれども、エレメンタリーだとかさ、シャーロック・ホームズなんて、シャーロック・ホームズってのは、あれは、文学である、推理小説っていうより文学なんだよっていうふうにもうみんな認めてる部分ってそこですよね。人間を描いて人間の苦しみっていうのを普遍的なものまでこう、昇華させてるね、あれ。素晴らしいですよね。僕大好き。チュチュンチュチュチュンチュチュチュンチュンってね。エレメンタリーも素晴らしいけどね。エレメンタリーの方はより、なんていうの、依存症をバッチリ依存症にしてるでしょ、主人公をね。あれも素晴らしい。涙が出るぐらい素晴らしい。それ依存症と付き添い人とかさ、
サポーターとかの人の関係みたいなのをすごく上手に解説してるから、普通私たちって依存症になる、なった人たちがどういうふうに回復に向かうかっていうのを見ることはないんだけど、あのドラマの中でちゃんと一生懸命見てますよね。で、僕大好きなの、ドラマね。私たちってのはみんなで必死になって生きていかなきゃいけないわけだから、その現実に対してどうするのってのをさ、もっと真剣に見ていった方がいいよね。だからよく有名人で依存症になった方のね、こととかもいろいろと言われてるし、でも僕ら多かれ少なかれそういう部分ありますよね。もうニッチもサッチもいかないところで生きていかなきゃいけないわけだからね。僕が酒に依存してたっていうのは本当にあれだよね。売り上げがありながら人生生きていかなきゃいけないのに、どうしてもどうにもならないっていうところでさ、やってるからだよね。タタ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 ンタンだよね。あ、早くエレメントリーのシャーロック。でもシャーロック、この間のシーズンあんま良くなかったよね。あ、いや、すごい良かったんだけど、もう、どこにも行きようがないことか言っちゃったよ、あれね。すごい、ワトソンの奥さんの問題ってのがあって、ワトソンって結婚するんだよね、シャーロック・ホームズの元の聖典の中ではね。だからそれをリスペクトしたら結婚させなきゃいけないし、結婚しちまうともうホームズとの仲終わっちゃうから、どうしてもその奥さんを殺さなきゃいけないよね。聖典の中でも奥さん殺してますから、じゃあ殺すのにどうやって殺そうかっていうさ、すごい問題が見事に2つのシリーズが両方とも逃げてるよね。逃げてるって両方ともクリアしましたよね。ただね、エレメンタリーの方はちょっと残念。残念なんです。何残念言ってんだよ、そんなの。はい、ここまで入りましたから、これを弱らいかけましょうね。弱らいかけたらね、こっちはをもうちょっと進めていけばいいですね。鍋釜をね、洗うのはちょっと後にします。今日は子供がお弁当入れない日なんで、奥さんだけなんだね、お弁当がね。なんで朝ごはん分をこう作って、それでいいことにしますから、ね、あ、味噌汁昨日余ってんだな。ザルちょっと洗ってみないといけないですね。で、この中がね、ちょっと汚れてるとちょっとまずいんで、だから依存症っていうのをテーマにしてるって大変面白いですよね。今の世の中って本当に依存症なんですよ。依存症って何かっていうと、欲望の赴くままにずーっと何かを手に入れられる状態を依存症っていうふうに言った方がいいね。アルコールしかりね。依存の問題って一番何かって、それが手に入りやすいっていうところが問題なんですよね。だってこんなにいっぱい酒売って儲けてる人たちいるろ。ギャンブルしかり、何しかねんって全部さ、パチンコだってさ、なんだってやってるよ。楽しくてたまんないに決まってんじゃん。本当はどこまでもそういうふうに自分がこう欲しいってものが手に入る状態を、もうそんなところまでやんないで、もうその辺でやめときなさいっていう、なんていうの、欲望を閉じ込める小さな檻なんだよね、家庭、家族っていうのはね。あ、俺家族のためにもう酒やめなきゃとかさ、とかその家族がスポーンと消えちゃったからのためにとか、あなた一緒に頑張ってやめようよとか、そういうのができなくなっちゃったんだよね。僕はそれシェルターの喪失って言ってたんだけど、逆に言うとそれはなんていうの、どこまでも欲望をこう自分のままに、意のままに欲望を
満足させていきたいっていうのをやめろっていうね、これ考え方によれば、あの新種的ですよね。新種っていうのは、あの相手、あのその人に対して脳を突きつけるわけでしょ。本当は簡単に手に入るものを、もう食うな飲むなっていうわけだから、大変な問題ですよね。そうそう、当然そういうふうに、あの自分の欲望を取り上げたいのを恨んで憎む、家族の中でそういうことが起こる、これは昔からそうですよね。好きなように女とセックスしたいっていうのに、お父さんそんなことしないでくださいって言えば、そのお父さんの身体の中のマイクロバイオームとってみたら、その人は、その取り上げる人間ってのは自分を、まあ、殺そうとしてるっていう表現は変だけど、じゃあ身体というコロニーを取り乗せるマイクロバイオームしてみたら、それは敵ですよね。自分の体の中からよそ の, あのよその身体、女の人の体の中に引っ越したよってマイクロバイオームって引っ越する方法ってのは、セックスした時体液を交換するわけだから、そのためのものでしょ。それをダメだっていうわけだから、それはもうマイクロバイオームにとってみれば、住居選択の自由がないよ職業選択の自由とかマイクロバイオームにしてみたらあれだよね、セックスの自由とか食事の自由とか。だってさ、炭水化物って、ね、生命にとっては最高のごちそうなんだから、体質的にはそれたくさん欲しいわけだよ。でもそれたくさん手に入れちゃうと、逆に言うと様々な問題が起こるよ。だから取っちゃダメだよっていうのがね、その全てなんだよね。この欲望をやめろよっていうのが、宗教だとか私たちの様々な問題だよね。セックスってさ、常にそのなんていうの、感染症を招いてたわけでしょ。それから何でもいいから好きなもん食うっていうのは、それまた逆にまた炭水化物をどっさり食うってことだけど、それかっけとかなんか生んでたわけだから、糖尿病ってのはそのいい例ですよね。僕なんかはそれだった、それだしですけど、そのおかげで気がついて食事を自分で律しなきゃいけなくなったわけですよ。自分で律するってことが大事なんだよね、僕の場合ね。っていうか、自分で律するほかなくなっちゃったんだよ。その律する家族っていう箱がなくなっちゃったから、その上、その家族って箱がなくなっただけじゃなくて、その箱の中で食事作られてたけど、その食事も商品として売られてるもので食っちゃうわけだから、それで商品として売られてるっていうのはコンペティターの中で勝ち抜いてきてるわけだからね。いろんなところのお弁当があった時に、スーパーとかなんかで売ってる、ゴンゴンともう炭水化物が入ってる、もう目もくらむような美味しい素敵な食事、ただそれは中心が炭水化物だから、その食事の中には本当に必要なものが入ってないわけだよね。確かにね、あのビタミンなんだらなんだら、それミネラルだとかなんだらなんだら、そういうものってさ、一見するとそれがあれば大丈夫だっていうふうにみんな太鼓判をしてるけど、あれって1930年代のテスト、あの単純なそのなんていうの、欠乏症だ、かっけだとか、取り目だとか、解決症ね、解決病ね、あの口歯茎が血が出て死んじゃうやつだとか、くる病だとか、そういう病気には役に立つの。単純な因果関係が証明されるような欠乏症のためにあるもんだからね。今私たちが直面している生活習慣病ってのはそういうもんじゃないですよ。そんな単純なその欠乏症とは関係ないわけですよね。でも医者は対抗法もそうけど、あなたはこの食事どっかですよ、炭水化物必ず60-70%取りなさいってことは、脂肪はダメですって言うけど、炭水化物って体内入ったらみんな脂肪に変わるんだから、
チンなもん。どれ取ったって一緒なんですよ、炭水化物と炭水化物脂質ってのはね。大事なことはその人にとって必要なものを必要なように取らなきゃいけないことだね。バランスよくってのは絶対ダメだ。バランスって何と思うんだ。誰もがそのバランス、その食べ方してれば大丈夫みたいな食事があるわけないじゃないか。ちょっと洗っちゃおう。もう洗えるからね。ピピピになりましたね。ちょっとあれね、洗剤ね、このやつ最後に入れることにしましたね。これ開けてあげて、スプーン入れてあげましょうかね。それでスプーンが出てきましたね。今洗ってたらこれ出てきたんで、その人たちも入れてあげましょうね。でこの箸を抜きます。こうするともう弱洗いが終わって、これが入ってると洗いになってますよってことが分かりますし、これが抜けてると弱洗いが終わって本洗い中ですよ。これ止まった時見ても本当に今何やってるのか分かんないからね。はい、じゃあこれでこのあれですね、この2つ出てきましたから、この2つもからって、こういう焼くもの、僕は焼くものって呼んでるけど、さまざまなその定型の場所に入らないもの、これをね、ああやって最後に放り込んでみましょうね。はい、ちょっとこっちはこうですね。さてさて、今日は何やるかな。卵でも焼こうか、卵焼き作ろうかね。目玉焼きをひっくり返した卵焼きも美味しくてね、あれもうちの人は大好きですね。その人が好きな食べ物っていうのをね、考えて作ったりするのが本当に大事なことだね。後片付けはもう決まりもんで絶対取らないって思ってれば、そんなに苦じゃないですよ。家事選択から女性は解放されたっていうけど、もうあれもうちょっと話が違うんだよね。つまり家庭っていうのがそういう、なんていうの、欲望を入れておく小さい檻なんですよ。それがなくなっちゃったのね。だから母親ってのはこれしちゃダメ、あれしちゃダメ、これ食いなさい、あれ食いなさいっていう、そういう非常に厳しいことを言う人たちがね、嫌われるに決まってるもんね。で、じゃあどうするかっていうと、じゃあスーパー行って、はい、お前どのお弁当好きなのなんつってやって、それ食うだけでしょ。で、結局どうなるかっていうと、その中には炭水化物とおっさりだから、その人の身体に必要な、さまざまなね、栄養素と言ってはいけないと思ってるんだ、これは。栄養素ってのは、なんか、部品に考えてるでしょ。ね、人間のそういったものをね、それ間違ってるよってね。まずこの鮭は今度焼けばいいか。一番買った古い鮭とこれね、イワシがあるんで鮭とイワシを食べましょう。じゃ鶏はこれね分けてんで、鶏をカツにしましょう。鶏カツ。そうすると明日明後日はこれをね、唐揚げできますね。明日は、明日はこれモロヘヤの味噌汁がちょっと残ってるんですよね。これもちょっと出しとか、味噌汁少なくていいかな。モロヘヤの味噌汁少ないからな。何しようかね。キャベツが古いので、もう刻んだキャベツですから、古いと美味しくないんで、これは味噌汁にしましょう。キャベツの味噌汁ね。キャベツ味噌汁、シュキャベツ味噌汁はこれ昨日食べて焼き中華の僕に感じるね。血糖値の上がりうまい焼き中華。チャーチャーチャルチャル、これはもうみんな出しちゃった。だが生姜が残ってるね。ブロッコリーもあるね。ブロッコリーがある、ピーもある、ネギある、
ネギあるピーマンあるネギあるピーマンキャベツキャベツでいいな。ほうれん草ありますね。なんとか豆丼これも豆丼大丈夫なやつとキャベツの味噌汁とか初めてだな。やってみよう。素揚げしようかな。なんかねこれ素揚げしてみますかね。素揚げよりもなフライパンでチャリチャリって炒めた方がうまいよね。そっちにしようか。キャベツの味噌汁です。いやまあこれブロッコリーだね最後ね。これやってじゃん。キャベツ味噌汁ブロッコリー。椎茸がねもうやられてきてるね。椎茸もいっちゃった。そしてねお、エンディギがあります。エンディギもちょっと炒めよう。エンディギとこれね、これでキンピラ風にやろう。あ、これな、早く食わなきゃ、しそうかな。うん。はい、やっぱ、ピーマンはね、エリンギね。ピーマン、エリンギ、マッシュ。OK。じゃあ、味噌汁は味噌汁で作っちゃって。ウインナー。ウインナー切ろう。ウインナー行こう。これ、それ、随分あれなんだよね。早めにやってたんですね。卵は、ターンオーバーの目玉焼きしてみましょうかね。あれね、結構美味しがってくれるのね、うちの。小さい頃お母さんが作ってくれた味だそうです。まあ僕の作ったものはそれには到底応援もしないけど。でもね、家族を思いやる心は一緒。これで、ね、作りますね。マーブルコートはね、いいフライパン、いいっていうか面白いですね、いいフライパン、楽しいフライパンね。で、エリンギとかなんかをつけるのと、それでブロッコリーを茹でるのと、ウインナーどう売ったか。ウインナーあれ、俺ウインナー出したよね。ありましたね、ウインナー出しましたね。これちょっとね、ごま油で使っていきましょうかね。ごま油ちょっと多めのごま油だね。ごま油も使わないか。多いね。ああ多いな。まあいいか。多いね多い。なんていうの多いね。でもこれなんていうのかな。フライデーっていうのがね。感じでね。曜日で。コメントとかも聞きますからね。弱火で。胡椒と塩ってやつ。クチクチとね。焦げない、絶対焦がさないよ。絶対焦がさないっていうほど大げさなもんじゃないな。ちょっと焦がすんのよ。命をかけても焦がしてないぞ。あ、やっぱ。はい、こちらでウインナーをね、炒め始めますからね。ウインナー。あ、やっぱ。ウインナーは肉とも言えず、なんとも言えず、これね、みんなやっつけちゃうんでしょうかね、ウインナーね。ただ、ウインナーこのままやると、ちょっと困るんで、それだけだと寂しいからね。まずエリンギね。エンギリ。きんぴら風味になるようにしてね。エリンギ。そうだね、ちょっと細めの短めが綺麗だね。ね、これも切っちゃうじゃん。青のり、これも切
規格外のやつをね、売ってるんだよね。こういったね、これが美味しい味が出るやつね。ちょっと外国産のいいやつを見たんですよ。外国産のっていうか日本のウインナーちょっと味は違うの、どこがどうってことも持たないんですけどね。でまあ弁当持っていくから一口のちょうどいいような感じで切っちゃいましょうね。でこれ人参ですね。もうちょっと古いね。勘弁。大きさはみんなこれに合わせてあげましょうね。これ合わせてね、これに切っていこう。はい、フライドがこっちで出来上がりつつですね。卵の黄身を割らないようにね、いずれは割れるわけだけどさ、まだごま油がしっかりしてますからね。で、パンオーバーしてやって、で、がもね、ゆっくり焼けていって、黄身の中まで、熱がこもるぐらいまでね、やっつけちゃいます。ちょっと失敗しましたね。一番極弱でね、いきましょう。で、ここね。で、こっち側でフライパンでね。これもやっぱり弱火ですね。ほいよ、おう。弱火でこっちのニンニクをね、入れましょう。ニンニクにくる、ニンニクにくる、ポポー、このぐらいね、このぐらい、ニンニクにくるね。うわ、木かなんかの上でやると大丈夫ですよね。うわ、ちょっとなんかじゃヘルシーな感じでしょ。ヘルシーはママの味。バカかおい。ね、こうやってね、はい、ちょっと端っこはねつまんであげた方がいいね。ウインナーみんなやっちゃおうか。まあ、長くは食わってないからね。そのぐらいやっても良さげだね。はい、ちょっと切れ目入れなかったですけど、はい、弱火にしましょう。ニンニクもね、一緒に入れて。ニンニクはこれ油が出ないと味が出ないんだよね。そういう意味では結構時間がかかりますね。ここにエリンギとかなんか入ってきますけどね、よくこう返しちゃう。やっぱこっちの方がほらだんだんこうなってきた。また熱かかったねっていうところで返したんですね。ゆっくりゆっくり切ってみますけどね。おたるじでいかないといけないですね。こっちでおたるじでいかないましょう。でここで味噌汁が染みてさ、うん、味噌汁スタート。でこの辺で この人たちはウインナーの方が入りますね。ウインナーの方、この青いやつは葉物ですから、あとねウインナー入りますね。こっちね。で味噌汁は下です。やっぱり豆でもね、
思ってるから、これも来たんだろうな。お、ジュジュジュってきてますね。油は今出てますからね。まあ、もやしはこの包丁入れましょう。何か所かね。そうするとスープにしたりした時にいいですね。それこれ大豆、豆がくっついてる大豆もやしかな、豆丼って。大変あの丸本龍さんが高く評価してましたよね。まあ一生懸命売ろうとしてましたけど、なかなかね、食事のあれ難しいんだよね。商売として成り立たないといかんしさ、そうでもない部分もあるしさ、ちょっと待ちなさいよっていう部分もあるしね。そんな食事を商売していいのあんたっていうところもあるよね。なかなか難しいです。だんだんあのウインナーから油が出てきたら、下にね、キノコもしてみましょう。キノコとニンジンだね。青いのはちょっと何を取っておきましょう。これソテーですから、野菜のね、基本的には野菜のソテー。野菜のソテー、ソテー、ソテー、野菜の想定外だよ、なんちゃってね。で、この辺のね、ウインナーさんとかを揚げていってあげましょう。ちょっと熱がかかなくなるから、ウインナー焦げなくなりますね。じわ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 と熱が出てきますよね。最後に青いの入ります。葉物は最後でいいですよね。これじっくり言ってますね。くっついてたから熱いわ。気をつけてね。で、これもね、まあこんなでいいんだけど、もうちょっとやっておきましょうね。今日ゆっくりだね、そういう意味では。はい、椎茸がもうね、これ悪くない。椎茸もソテーに入れちゃおうか。水でね、椎茸は組織がしっかりしてるんで、水塗ってギュッと掴んでやると綺麗なんです。これは味噌汁に入れちゃおうか。美味しさがね、あるでしょ。よくね、椎茸であのビタミン D 乾燥させるとどうのこうのっていうけどさ、その勘違いしちゃダメなんだよ。ビタミン D っていうのを分析できてるけれども、それの前駆体だとか、ビタミン D になる前の栄養素ね、ものとかね、栄養素って言っておかしいんだよね。でもビタミン D を作り出すための代謝系とかが全部あるわけよ、そこには。ああ、それ食おうよっていうことだよね。まあ、ビタミン D だけを抽出して、乾燥させて、抽出させて、それ飲んでればいいんだってさ、ビタミン D 大量摂取によって、人間のその、がんが減るんじゃないか。がんじゃないかな。ビタミン D 何に効くって言ったかな。もうそこら辺中そんなことばっかり言ってはないじゃん。バカだからよ。バカだからようなくて言えない。じゃあ生で食べるキャベツに刻んでいきましょう。生で食べるキャベツはこっち側でね、刻んでいきましょうね。で、ここで味噌汁が入ってますから、味噌汁にはこれで食べて、パヤッパー、ほらうまそうじゃ、ほらうまそうじゃ、ね、こうやってね、ガラガラガラピーヒャラピーヒャラね、こう水分出てくるでしょ。水分出てきたらもうこれ100度以下になってますから、今度はうまみを酢は吸っていってもらわないと困りますよね。味が入ってないと困るんで、軽い醤油でもいいんだよね。
ワインとか酒みたいなのもいいし、気持ちよい強火にしようか。塩ちょっと放り込んでみましょうかね。ごちそうじゃの。全然味噌汁の方もだんだん上がってきてますよね。こういうきんぴら系のものってのはね、なかなか難しいんだわ。うまみがね、出てくるのにね。で、人参にもちゃんと熱入らなきゃいけないし、それでニンニクの香りがすっごくいい感じで今出てきてますからね。水分出てきてますから、もうこれもう一回これを下に持ってってやってもそんな焦げるほどの温度にまでいかないでね。これもね、もうこういう風になってきてますからね、お包丁で切ってやってほしいですね。うん、人参でどんなかな、もうちょっとだな。うん、じゃあもうちょっとウインナーを焦がしてやりますか。椎茸とかなんかも、ね、十分熱入らないと美味しくないんで。ただ熱入ってくると椎茸の中の旨味が出てきますからね。旨味が出てきたところでね、もう一回他の食材がそれを吸うわけですよね。料理ってのはそういうもんですね。ね、もう時間切れだな。まあいいよ、こんなもんでいいよ。揚げ物は後でしょ。朝娘があのご飯食べて会社行くんで、それに似合うものがねあれば。ねえ、この味噌汁美味しそうでしょ。キャベツがみんなこうやって、味噌とねキャベツとものすごくよく合うと思うね俺は。でこれがねこっち入ってきます。いいよ、ボブ、いいよ、ボブ、いいよ、ボブ。玉ねぎがあったね。気の向いた玉ねぎ。後で食べよう。うん。あ、美味しい。味噌が。味噌が美味しい味を出してますね。もう、もろげのやつもね、後で食えばいいしね。はい、こっちに行きましょう。インゲン豆、インゲン豆。これ葉物ですからね。一番最後に入っていって、水をよこしてくれますね。ただやっぱ上から上がって蒸してやった方が旨味入ります。ちょっとこうやって刺してあげるとどこらまで火が通すか分かるからね。なんかあれだよ、ラグビーでスクラムみたいな。スクラム、はい、では、はい、この人たちが今日ね、朝ごはんのメインだったんだね。で、あとはこうやってね、はい、よしね、よしは大ぶりのやつを一匹いくか。あ、ここにいるイワシは後でフライにしましょうか。で、今年からね、鮭がいますから、イワシと鮭をね、焼いておけば、おおよそ問題ございます。5分間ね、最初5分、次また5分ね。これ5分5分5分って間に合うじゃないですから、
とにかくよく見ましょうってことですね。魚が焼けてるかどうかっていうのは見ながら返しながらやってって、最低のところでね、加熱がね、最低でもうこれでいいよってところで終わればいいね。これは後で揚げ物にしましょう。フライにしましょう。イワシフライ、すごいイワシフライ。でこちらがおいい感じになってきましたの、はい。じゃあこれからちょっとだけ醤油を入れて、照りを入れてあげるか。このぐらいでね、この醤油が食材に絡むようにしましょう。で食材に絡んだ時に、今フライパンにうまみが逃げちゃってるから、これをお酒を入れてやってね。でお酒入るときは最高温度にしましょう。つまり煮飛ばさなきゃいけないからね、お酒を。本当に煮飛ばされながら、なんていうの、フライパンの底からうまみが飛んでしますね。Very good. Very good. 煮飛ばして汁がなくなるところまで煮ましょうね。こういう感じでね。で汁が焦げると美味しくなりますからね。はい。ね、そしたらここにウインナー、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 ウインナーはウインナーの場所に並んでってもらいましょう。うまそうじゃろ。インゲン豆はね、インゲン豆の場所に、これやってると時間なくなっちゃいそうなんで、残りはみんな一応にわさっとね、いけばいいけど、みんなこう一応にわさってなってるとこれ大変なんだよね。なんかうまそうじゃの。店長店に出せますよ。出せ勝手に。あとエリンギとね、人たちですね。ニンニク、ニンニク、肉肉、ニンニク、肉肉、ポポー、ほら、ニンニク、こんな感じで、ね、うまそうじゃろう。ね、ニンニクを揚げてあげよう。もうちょっとで、今朝でもよかったかね。いいね、あとは。こっちが半分に、なんかこうちょっと小粋なマサヤレストランになっちゃったね。レストランポトーリ、はい。じゃあ小粋なマサヤレストランがこれ1個できましたから、ちょっとその後に追いかけて、この人ね、この人が来る。これはターンオーバーしてカチカチに焼いたやつね。伝統向けなんでね、ターンオーバーだけじゃなくてカチカチ、ターンオーバーカチ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 ね、ほら、君までカチカチ、君までカチカチ、君までカチカチ。食べたい人これをね、ポコンと一切れ食えばいいでしょ。ただの卵焼きとね、ちょっと違った感じで美味しいですよね。はい、じゃあターンオーバーと、あと何これ、マサヤソテー。マサヤソテー、うまそうじゃの。
これパンに挟んでも美味しいよね。タンオーバーも美味しいね。はい、今イワシとなんだから鮭が一緒にビーフ入れました。もう時間がねえな。そろそろ梅干しを埋め取り始めようかと思ってね。朝から今日もう雨降りそうだからさ、雨降る前に取っちゃわないとさ、またダメだからね。あ、ごめん、取り返して入れるんだ。その間に、じいちゃんのキャベツを刻んでおきましょうか。じいちゃんのキャベツはやっぱ、よいしょ、これとかいいよ。なるべく、なんていうの？キャベツね、フレッシュで食う分はね、これっていらないな。フレッシュで食う分はその日のうちに切ってやって、でそれが気になる前にできるだけ食うようにするけど、ダメに残ったらもう炒めるとか煮るとかね、基本みたいなね、そういうふうにすればいいけどね。ダルトもめんどくさいさあやっぱね、そうすればこれでサラダボールできますよ。サラダボール、ブロッコリー茹でるのが結構か。ブロッコリーもやっちゃわないとダメなんで、これは何も最後です。ブロッコリーね、トマトもこうやって半割りかな、半割り。半割りぐらいですね。はい、これをチンしましょう。はい、OK ですね。で、この半分のやつはもういらないのってことで、これもいらないですね。みんなバッと入ってね。椎茸。はい、バーをバチンで言いました。もう良くなってきたと思うよ。そういうところはさっき何使ったかっていうのをよく覚えておきましょうね。でこれは後でまた魚なんで、魚おいしい魚くん。で結構ね、昨日の夜の残ったものがあるんだけど、それもまあ食べましょうね。こういうやつね、こういうね、鶏のやつとか、レバニラとか、ね、食べるときはこれ食べます。で、鶏は、まあ、後で、やっつけましょう。鶏は後で、鶏カツにしよう。はい、ということで、こっち側はこんな感じでできてきてますね。後片付けしながらだからね、結構大変だよね。まあ、やっぱ、で、鮭を見に行こう。鮭を見に来たぞー。見るね、弱火ですかね。おー、うまそうじゃのう。もう2分でね、5分にしましょう。油は使わないでいいね。で、こっち側でこの人はね、これはキャベツ味噌汁ね。こちらはモノヘア味噌汁ね。昨日のが作ってます。それを食べたかったら食べてねと。でこちらでこれは返す。これはいらない。上を切りにすると、
もね。はい、誰も洗わないことがすごかったんだけど、もう避難合合で洗うことしました。絶対関連ですよね、人間と一番基本の一番大事なところだね。ただマイクロバイオンはその衛生関連さえも吹っ飛ばしちゃうんだよね。だってあんなとこ舐めたりするんだぜ。では何のために衛生関連発達したかというと、衛生関連が発達しないと感染症で死んでたんだよね、私たちね。なぜ感染症で死ぬのか分かんなかったけど、ペストとかコレラとか赤痢とか疫痢とか梅毒とかその他もろもろのね感染症っていうのはみんなっていうことはないけど、非常に体液のやり取りの中でどうも起こってるよねっていうのは何となく分かられてたわけだから、まだパスツーさんがねいろんなものを見つける前でしたからね。このブロッコリーもちょうどいいです、ブロッコリーこういうのでやるとね。だから一番煮るよりも好き、楽だから、楽だから。お、マイちゃんが来た、匂いしたな、マイ。うん、匂いちゃうよ、俺にも食わしてくれよ。ダメ、こんなことしてられません。はい、こういうことですね。あと鮭と、なんだ、鮭とイワシもういいの。5分ごとにひっくり返すとね、網引っかからない、ここにペタってならないからね、大丈夫です。さて、雨が降る前にメモリでもしますか。はい、ということで今朝の朝ごはん出来上がりましたね。はあ、住み込みのゲナーは辛いよ。やっぱ、うちの娘さんのお嬢様のご飯ないよ。お嬢様かよ。はい、そういう感じでね。ザルはいつもここにね、引っ掛けてありますね。はい、ということで、これもいらない、これは捨てちゃう。皆さんも美味しい朝ごはん食べて元気に過ごそうじゃございませんか。僕はこれに昨日の残りでご飯はいらないし、お嬢様はご飯食べるし、みんなは味噌汁飲むし、ハッピーだね。じゃあね。